moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。4月23日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 機能湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。やっぱりですね、名古屋もねだいぶ暑くなってきてね、いろんなところがね、もう脇汗とかですね、この綿の汗がね結構ね感じられるようになりました。ちょっとこれ、ね、デオトラントしないといけないかなと思っている滑り王子マスクマンでございます。はい、もうすぐゴールデンウィークなんですけれども、皆さんはゴールデンウィークの予定どうなってますかね。なんかいろいろ考えてたら結構忙しくって、本当になんかレジャーとかなんかゴールデンウィークらしくゆっくりできるのかなっていうのが難しいのかなって思ってる味噌煮込みスキーと、いや実はですね、ゴールデンウィーク前半ですけど出かける予定をしておりまして、で、後半も出かけはしないんですけど、いろいろちょっと家のことをいろいろやったりということをしてるんですけど、いや本当はですね溜まってるビデオとかああいったのを見ようかなと思ったんですけど、全くそんな時間はないなと思ったダンサーズでございます。いやなんか今溜まってるビデオっていうから何かと思った溜まってないですかいやあれみたいですよ、GTO 録画したんですけど全然見てないですしかもビデオって言ったよねあ、そうですねハードディスクの中に録画しております、で最近ビデオデッキ使ってないな、はい、こんな3人がお届けします今夜のテーマは声。今夜のテーマは声です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークサイトFMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
名古屋市熱田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。お願いします。先週の、ね、視力で、はい、まだ来てましたので、はい、お送りしたいと思います、はい。ダンサーサミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。3月30日から始まった姫撮影&桜撮影の旅を今日無事に終え、あまりのデータの多さにうんざりしています。あ、そういう撮影会があったんですね。それで、からこの、テーマ視力、前々回の免許更新の時は焦りました。いつものメガネで余裕やろうと高をくくっていたら、あら、見えない、のっけの視力検査で危うく不合格になるところでしたが、記号を可愛い女子に脳内変換した結果ギリで合格。なんか女性のなんか可愛い顔に見立てたのかな。前回の、免許更新では普段は使わない強力な度が入った眼鏡で高速合格してやりましたぜ。あ、それはいいことですね。あ、王子は可愛い女子をいつも色眼鏡、エロ眼鏡で見ているというのは本当ですか。エロ眼鏡では見てないですね。あの業種はしてますけどね。あっと思って。いや、それもあんまりやれ、それもよろしくない、ね、よろしくない、よろしくないの、よろしくないですね。あ、なんかあの冷たい視線をまたあの水田からいただきましたけども、ね、ラジオだからね、はい、冷たい視線は見、あの、ね、聞こえないけどね。そうだね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスでマチョラテさん初見です、よろしくお願いします、ということで、よろしくお願いいたします。はい、またツイキャスいろいろ来ておりますよ、うん。はい、泉佐渡の特急佐渡さんこんばんは、ということで、こんばんは。高坊さんもこんばんは、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさん、こんばん名古屋、名古屋。ペーターさんもこんばんは、こんばんは。ワンワン。なんで2回言った。あの、なんか言いやすいですよね、ワンワンって。で、ヤンポーさんもこんばんは、ということで、はい、こんばんはです。岐阜の9人のバーバーさん、キウ名古屋の皆さんこんばんは、こんばんは。で、沖縄大好きさんが、王子何飲んでるの、お酒、あ、お酒それとも、ま、緑茶。ああ、なんかこう見られちゃったっていう感じで、うん、これはあのコーヒーでございますんで、アイスコーヒーですね、うん。はい、カープボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもヤックミツルさん、皆さんこんばんは。今日は雨と雷がものすごかったってことで、おう、おう、あ、でもそろそろもう水亀もだいぶ潤ってきてないですかね、雨、うんうん、ね、ね、だいぶ降ってるところも多いと思いますね。ダムの貯水率がね、うん、この間まで心配だったですけれども ね、うん、ちょっと前まで 60% ぐらいまでいったね、ね、うん、ちょっとだいぶね、はい、いいかなと思います、はい。ツインクルちゃん、こんばんは、久しぶりに聞きました、ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、山中さん、はい、滑り税理士山中智文さん、はい、こんばん、ワンダフルワンダフルワンダフル滑り先生何ですかその声援は。いやいやいや、ね、あ、ちょっとこう声援を送ってみたいなと思って。なるほど、うん。カープボーイさん、声で最初にラジオで自分の声を聞いたのは中学1年生の時に ABC の番組なんだけど覚えてないので、最近で言うとダーティービューティーのヌーソーガーの電話のコーナーかな。自分の声聞いた時違和感あったけどもう慣れたけどね。今一番好きなのはラジオ沖縄で喋っている新垣ちゃんの声です。そうです。おお、新垣アナウンサーね。あー、はい、ね、最近新しい番組の新垣リーさんでしたっけ。あ、そうですね、日曜日の朝の番組でしたっけ ね、うん、ね、はい、はい、ということで、はい、ツイキャスもいろいろたくさんありがとうございます。山中智文さん、早速、はい、王子熱烈ラブコールありがとうございます。ハート、あ、ハート、まあ、匂いが一緒でございますね。お黙り。ね、男性同士ですけどね、まあいいですね。はい、はい、スプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。考え事をしていたら10分も過ぎていました。あ、まあまあ、そういうことありますよ、ね、うん、気がついたら、あ、もう10時過ぎてたみたいな ねことありますので、よろしくお願いします。ということで、メールをお願いします。はい、はい、続いてですね、今週のテーマの声でいきます。キューナ小屋の皆さん、こんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてテープレコーダーに吹き込んだ自分の声を聞いたときびっくりしました。テープの声と直に行く声の違いを検索すると、自分の発する声は自分の声を自分で聞くプラス自分の声を骨伝導で聞くの2つで聞いているからだということがあります。あ、そういうことですね。今日のテーマはちいまる子ちゃんの声優が変わったからかなということ、少し見ていましたが声質似ていますよね。年を取ると声も低くなるそうですから、家事しながら歌を歌って日々トレーニングしようかと思う私です。 iPhone から送信ということでございます。そこなんで強調した。いやいや、もうこれちょっと言いたいなと思って、はい、でもね、王子本当に自分の声、聞く声ってあまり好きじゃないんですよ。あ、でも自分の耳で聞いてる声とね、実際に話してる声って、話してる声って言ったらなんか どうなんかな、うん、ちょっと違いますよね。違いますね、うん、だからね、自分が、まあ普通に喋ってる時はいいんですけど、うん、それをまた聞き直すっていうんですか ねそれこそテープレコーダーとか ね、って聞くとあんまり好きじゃないんですよね。王子しかもね、キュー名古屋の放送を振り返らないもんね、あんまり。自分の声が嫌いだからいや、声の問題じゃなくてさ、トークの反省という意味で聞いた方がいいと思うよ。まあ、反省、まあ、反省するとこは多分ないと思うんですけど、うん、ちょっと待って待って待って、お黙り、それはないですけど、もうそれ以上に自分の声がね、あんまり好きじゃない。反省するべきところたくさんあるよ。あ、そうなんですか。聞いた方がいいと思いますよ、うん、そうなんです。だから反省がないからこうやって突き進んでるんだね。反省がない多分ね、聞いても、ダンサーズと味噌煮込みはね、うん、意外とまたね、聞き直したりして、うんうん、反省会したりしてるんですよ。ただね、何度聞いても、うん、はい、どこがこう皆様のご指摘のある滑ってるところなのかなっていうのが多分、分からないっていうのは多分ありますけど ね、聞いた方がいい。地獄を見るわよ。そう、内容をね、しっかり吟味して反省した方がいいと思います。反省しなさいよ、うん、聞くときはね、あるんですけども、まあ、別にどこがっていうときが多いんですけど、私のね、トークに関しては王子滑ってます。あら、そうなの。あら、そうなの。もうなんか今のね、うん、ポン出しの一声でみんな黙ってしまいましたね。はい、はい、ということで、じゃあメールいきますね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。テーマ、声、声は素敵、イケボってよく言われます。そんな僕の声を電波で届けます。実はこの度5月から FM 宜野湾のパーソナリティとして番組を始めることになりました。おお、すごい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。毎週土曜日の深夜1時から30分番組、番組名は沖縄大好きの大好きを叫ぼう。
ラジオリスナー沖縄大好きが大好きを伝える番組、リスナーさんからの大好きなものに関するメッセージを募集します。メールアドレスは FM ギノワンの797@fmginowan.com まで、797@fmginowan.com までです。ちなみに初回放送は急遽収録済みです。初回放送は5月4日土曜日からですということです。おめでとうございます。なんかいいですね、沖縄大好きさんらしいというかね、なんかそんななんか温かさが伝わってくるような、なんかね、あのタイトルがあのあれですね、ロマンティックっぽい感じがしますね。いいですね、なんかそんな感じがしますね。沖縄大好きさんっぽくていいと思いますよ、ね、聞いてみますね。ね、はい、あ、でも土曜日の深夜1時だから頑張って、あ、録音します、タイマー録音。なるほど、はい、タイムリーに聞こうとしてしまった私。タイマー録音します。いや、たまにでもね、はい、たまに起きてたりしますよ。いや、もう私寝てます。もうタイマー録音、ただ毎週起きてるかって言われると確かにタイマー録音の方がいいのかな、はい、うん、でもね、リアルタイムでもね、いいですよね。はい、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます、ダンサーさん、ミソニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、自分の声はどちらかというと高めの声なので低音の渋い声に憧れますね。皆さんは好きな声ありますか、ということでございます。あ、まあね、女性の方だとよくね、男性のそのこう低い声、渋い声っていう感じでね、まあ、歌手の方なんかでもね、そうやって言われる方いらっしゃいますけども、まあ、女性のね、ちょっと低い声って思うと、ちょっとこうね、あのガラガラっとしてるような声をしてる方だと、もう王子すぐ思っちゃうんですよね、うん、あの先ほどタバコのやりすぎって。いや、それは偏見ですよ。いや、よくね、まあ、よくお店のね、あのママさんとかはもうカラオケもね、まあ、上手く歌いますけども、うん、もうかなりそれをね、あの長年ねやっていらっしゃいますんで、うん、喉を酷使してるなっていう風にね、あの思っちゃうんですけど、そう、ね、私と思っちゃうんですけど、それはダメなこと？え、そうとは限らないですよ。まあ、まあそうとは限らないですけども、うんうん、長年やっぱりね、で、あの聞くとやっぱりお酒でやっぱり焼けちゃってるから、でカラオケもよく歌うから、うん、どうしてもちょっとこのもうガラガラしちゃうような声になっちゃったなっていうあの方がね、あのいらっしゃいますので、やっぱりでも声って使いすぎたりするとやっぱりそういう風になるんですかね、ガラガラになったりとか。なんかそうみたいですね、うん、あの多分、まあ、お酒をやめればあの多少また違うんだろうかなとは言ってましたけど、なんか昔ハスキーな声に憧れてどのったか忘れちゃったんですけど、わざとなんか大きい声で喉を潰してとか言ってる人いましたよね。そうそうそう、あれじゃないですか、桂木由紀さん。そう、うん、ああ、うん、そうそうそうでした、うん、そうでしたね、うん、だからいろいろね、そういうふうにあの、まあ、歌手の方だとね、その自分の雰囲気なんかがあったりするもんですからね、うんうん、でもあのね、なんていうの、こうしゃがれた声っていうのかな、その声で高い声も低い声も出るって本当に素晴らしいですよね。本当にプロの歌手の方だなと思いますけど、普通なかなかね、低音高音が出しづらいんじゃないかなと思うんですけど、そこらがやっぱりね、歌手の方はすごいなと思います。わちゃらてさんが自分も声低いので高い声憧れますって、ああ、もう味噌煮込みも激しく同感でございますわ。でもね、若い時に比べるとやっぱりちょっと声こう低くなってますよね。あ、低くなりますしね、やっぱりね、うん、なんか悲しいかな、おばさん声ですよね、うん、ま、なりますね、まあね、まあ、おじさん声なのかもしれないし ね、うん、でちょっと歌ってねって言われた、うん、でもね、なかなかね、前もうちょっと高い声が出たような気がするんですけど、うんうん、なかなかそこまで声が出ないし、まあそこまでこう、まあ、ボイストレーニングとかしてるわけじゃないですからね、うん、なんかね、やっぱり歌手の方でも昔の歌がそのキーが変わってくるから歌えないとかありますもんね、はいはい、そうですね、うん、そうするとやっぱりちょっとこのあのキーを落としたような形で、ね、あとアレンジしたりとかして ね、そういう方ですね、多いですね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、
あ、あらま、ラジオネームみなこさんからです、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お三人さんこんばんは。恋といえば私はキテレツ大百科のコロスケの声真似が得意です。ああ、コロスケなーりよって高めの声で言うんですが、仕事中に隣の席の人にふざけて聞かせた時、電話が鳴ったのでコロスケなーりよと言ってしまった経験が過去にあ、今は、やらなくなりました。電話の相手は部長だったのでお前何してると言われて終わりましたが、3人さんは声真似できますかということでございます。いやでもまあまあその流れがあるからね、社内の方でよかったですね、うん、あの社外だったら大変ですよねそれでもびっくりしますよね部長がねいきなりコロスケなーりよいやまあ社内ならね、うん、まあまあまあね、まあね、うん、まあちょっとふざけてるなぐらいで済みますけどね、うん、大変ですね取引先の方だったらね。あの声真似できますか。声真似、声真似ね、あんまりできないですよね、うん、あの、うん、本当はね今日もね昨日からですねちょっとね喉がね多分あの口開けて寝てるんでしょうね、うん、あの喉がまたちょっとねあの、やられてしまいましてね、うん、ちょっとまだこう痛みがあるんですよね、うん、でだからといってその声真似ができるかといったらそんなにできるのがないんですよね。何ができるかな。私はあれができますよ。何声真似。何あの真似っていうかですね、うん、よくあの報道番組とかで、はいはい、何でしょう、あの報道レポーターが突撃で、はい、あの丸坊の人にインタビューする時の、はい、あの声を変えてるやつですね。ああ、はいはいはい、ありますよね。はいはいはい、あのよく、はい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 、カメラ撮った時にこういう感じで、うん、ブーツルブーっていう感じ、はい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 、こういう感じのやつですね。ああ、うん、もうあのちょっと声がこもっちゃってあの、はい、聞きづらいという感じのあれですね。で声を変えて、ね、ああはいはいはい、ブーツルブーブーブー、ああこんな感じですよね。うん、それもね なかなかあれですよ、やろうと思っても難しいんですよ、うん、で前ね、あの今できるのかな、あの小梅太夫って、はいはいはい、芸人さんがいらっしゃいましたよね。 あのね、あのちゃんちゃかちゃんちゃんっていうのができたんですけど、うん、今そんなにできないんですよね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、ちょっと待ってください、はいどうぞもう一回。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、できてるかな。なんかね前もうちょっと声が似てるような感じでできたんですけど、はい、もう最近はね上手くできないんですけど、まあ、これが精一杯ぐらいかな。みそちゃんなんかできる？いやダメですね、なんかそういうアニメとかそういうのはないですね。ああ、あった、ハクション大魔王のやつ。はい、ハクション大魔王、はい、じゃあお願いします。でもこれ滑ったら嫌だな。え、もう大丈夫です、はい、いいですよ、はい、お願いします。なんでござるか、かんちゃん、数字は苦手でござるよ。ああ、そんな感じそんな感じ。おだまり、うん、うん、なんか私さ滑ってる感じがする。でもあのイントネーションありますもんね。ね、あのハクション大魔王のね独特のね。うん。うん、あってる。待って、今思ったんだけど、シュプリームさんがニッチすぎる声真似って笑ってくださってるんですけど、はい、よく考えたらハクション大魔王って分かる世代限られてますかよね。ああ。なんで静かになって。いや今もしかして50代より上ぐらいじゃないと分かんない分かんない。ハクション大魔王知ってますかってねえ今、まずハクション大魔王知ってますかのところですよね、うんうん、だからあのヤンポーさんもね、コロスケってどんな行為してたかなって、うん、あ、スプリームさん、マッハ55のケンケンの真似は得意でしてなんか 犬ですよね、うん、そう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 、うん、あれもモノマネするとあれですよ、喉ちょっといかれちゃいますよ。あのケンケンのあの笑い方、ケンケンの笑い声ね、うん、なんか聞きたいですけど、シュプリームさんねえ、いつか声のデータ送ってください。声のあ、ペーターさんが50代以上限定モノマネって。50代、ああ、そうなんです。あ、でも沖縄大好きさんがハクション大魔王って笑ってくれてるけど、うんうん、沖縄大好きさん若いはずなのに。でもね、カープボーイさんが僕の時はアクション大魔王は再放送だったよって。あ、いや私たちもリアルタイムかどうか分かんないですよね、うん、再放送かもしれないですよね、あれ、あの番組何度もやりましたよね、うん、再放送。スプリームさん、私 Z 世代なのでって言ってるけど本当？え？
え、あれ今リスナーに、リスナーに叩いてるよ。そうだよ、だからね、うん、今の若い人が分かるような声真似ってなかなか、うん、なかなかないんですよね、うんうん、こうふっとこう思い出せないし、だからといって今のね、あのアニメとかこう特撮番組見てるわけじゃないですので、うん、ね、どんな言葉を発してるのかも分からないからね、うん、うん、なんってなっちゃった今。あ、そうそう、先ほどの、沖縄大好きさん の、 あの番組のアドレスの件なんですけれど、はいはい、今のところ FM ギノワンのアドレスで募集します。今後は番組をアドレスを作る方向で考えているので、また追ってお知らせしますということで、分かりましたらまたね、あ、ぜひですね、教えてください、お知らせいただければと思います。はい、はい、ね、でね、番組をやりますっていうのに対してね、皆さんがとっても温かいメッセージがね、うんうん、なんか、山中智文さん、沖縄大好きさん、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。でツインクルちゃんも、沖縄大好きさんすごい、そしておめでとうございますということで、いや、とうとう、ね、でとうとうあれですね、もう念願のパーソナリティですよ ね、まあ、以前からね、うん、あの お話しされたり喋りたいというふうに、ね、おっしゃってたので、抹茶、うんうん、ラテさんも、沖縄大好きさん、おめでとうございますということでね、うん、うん、すごいすごい、そうなんですね、みんなね、ぜひぜひ送っていただければ、まあ、とりあえずね、797の方のアドレスで送っていただけたらと思います。はい、はい、では、はい、メールの方、うん、続いてですね、はい、お願いします。はい、こちらはですね、あらば、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュークリームです。はい、ありがとうございます。イケボと言われる人が心から羨ましいと思います。王子ね、あの先々週ぐらいの時にイケボが分かんなくって、うん、あのイケボって名前の人かと思って、めいちゃんからあの誕生日 の、うん、あのメッセージをくださいと言われて、はい、うん、でその時のね、多分イケボいい声で、ね、めいちゃんお誕生日おめでとうって言ってっていう内容だったと思うんですけども、うんうん、そこであの、うん、イケボさん誕生日おめでとうございますって多分言ったと思うの。あ、言ってた言ってた、ね、あ、そういうことだったの、うん、そう、だからそのイケボが分からなくて、うん、あれイケボさんって名前の方に対して誕生日おめでとうって言ってって言ってるのかなと思ったの。王子滑ってます。後から気づきました。まさかの王子、それでイケボって言ってたんだね。そうです、私なんかギャグで言ってるんだとずっと思ってました。うんうん、なんかちょっとおかしかったでしょ、うん、王子滑ってます。イケボってイケてるボイスっていうことなのかな。あれじゃないよ、牛肉の食べる分なんかの部分じゃないよ。ああ、そういうあれじゃなくて、ね、突っ込んでよ、それはイチボとか言ってじゃあ思ったんだけど、お黙り、うん、思ったんだけどちょっと流そうかなと思って。やだ、スルーされたらなんかほらほらいい、あの今日いい感じで滑ってるよ。私が一人ですハクション大魔王やら滑ってるじゃん。いや今日いい感じで滑ってるよね。はい、はい、続き読みます。はい、iPhone の、はい、動画機能のシネマティックモードがあまりにドラマティックで美しく、何気ない日常でも動画を撮るのですが、そこに入ってしまう自分の声が動画が台無しに。ほら、先日も関空の手荷物検査場に消えていく様に別れのシーンをドラマティックに収めようと iPhone を片手に見送りましたが、後で撮りためた動画を一本に編集し、肝心の最後のシーンでワイのダミ声で何々バイバイと残念な自分の声が、にがっかりしています。ところで王子は、発情期のマヤーの鳴き声で眠れるオスが目覚めてしまうって本当ですか。これマヤーって何。マヤーです。マヤーって何。猫です。あ、猫の声で、ね、あのね、王子ね、あんまり猫得意じゃないんですよ。でその鳴き声もね、なんかね、あんまりこう、耳に入れたくないような感じなんですけど、まあ、女性がですね、このこう、ね、この甘えた声で、すり寄っていただけるって言ったら、それが一番最高でございますな。それセクハラです。はあ、
ナイスなやすさんのね音声ですね。だってこれだって発情期って書いてあるんだもん、ね、そうなると猫ちゃんもね、うん、殿方にすり寄ってくでしょ、うん、それセクハラですそうなのということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさんもバシバシってバシバシもうちょっと効果音代わりにねコメントもねいただいています。だからさシュプリームさんが猫なで声で財布は全開でしょって、まあそういう時もございますよねどういう風なんですか。どういう風なんですか。沖縄大好きさん王子それセクハラですって沖縄大好きさんからも言われてますよ。いや逆にあれかもしれないですよ。そういうあのねあのお店のお姉さん方がそういうだったら逆にもしかしたらねそれパワハラかもしれないですよ。そういう風でね財布全開になってねあのボトル何本も下ろされちゃって最後にね、あのお金がすっからかんになるっていうもしかしたらあのそういう手を使ったパワハラかもしれないですからねお姉さん方の。終わりです逆に言うとカープボーイさんがこれ栄町の子猫ちゃんに子猫ちゃんたちにニャンニャンされてるんじゃないのって。栄町あなんか今このこのあのニャンニャンされてるんじゃないので思い出しましたけどね、まあ、あのドラマですねあのドラマ思い出しますね、うん、ね、うん、こ見てましたよ、うん、あのドラマねねえなんかこのね言い回しがちょっとね、うん、昭和チックでしたね、うん、ニャンニャンがその分かる方と分からない方がいらっしゃいますからねね、うんうん、いやでもねラジオのタイトルでもありましたからね、うん、あのまあテレビの番組もありましたからね。あテレビの番組もありましたからね、そうだからまあそういう時代でしょうね、うん、ねそうですね、うん、あそれでね先ほどの沖縄大好きさんの、はいFM ギノワのアドレスになってますので、ラジオ番組、沖縄大好きさんの番組に送る場合はあのタイトルに件名に沖縄大好きさん、ね、あ沖縄大好きと書いてくださいねと。だそうです。あそうですね、うん、あれですねメールが、ね、いろんな番組が、ねね、ごちゃごちゃになっちゃうと混ざり合っちゃいますから、ねはい振り分けが大変なので、だからあれなんですねやっぱりみんなねしばらくするとやっぱり番組専用のアドレスですね。やっぱり、うんうんまあ、しばらくはね、うん、ちょっと沖縄大好きという件名を書いて、うんはい、沖縄大好きさんのラジオ番組に送ってください。お願いいたします。はい、はい、お願いします。カープボーイさんが、はい、イケボといえば、はい、宮田龍太郎と小橋が響きあの二人はすごすぎるって。ああ、うん、ちょっと低めの声です、ね、龍太郎さんもかっこいいですしね、うんうんうん、これね、うん響さんは結構そのちょっと物語調のものとかのメール投稿した時のあの役割になりきる感がすごいんですよ、うんうんうん、そう、その役になったその言い方がね、うん、なかなかかっこいいですよ、うんうん、だからねそうやってなりきると本当にかっこよくなる時ありますからね。すごいんですよ、そのちょっとね、セリフ調のメールを送ったときに、ちゃんとその、なんていうんでしょう、その人物になりきったところが、キャラクターのね、変え方がすごくて、すごいなと思いました。はい、で山中智文さん、随所で炸裂するみそにさんの滑りがツボ。っていうその横の顔が、はい、顔マークが、うんはい、絵文字がにやりってしてるんですけど、はい、だからね皆さんねよく聞いていただくと、はい、隣のみさちゃんも結構ね、うん、王子が聞いてるとあれ滑ってるよねっていうことがね、うん、あるんですよ、うんうん、ただまあそれをあの王子はあんまりですね、うん、あの気に留めないっていうか、うん、あの滑ってるのかなぐらいでしかあのあんまり感じませんので。おだまり。まあ、特にあの王子の場合はあのいつもねあのきっちりかっちりの話しかしませんので。おだまり。まあ、そういうとこだけはちょっとあの耳に残るっていうかね。おだまり。おだまり。何も反応しないね。沖縄大輝さんが王子そろそろレッドカード出されるぞいって。そうですよ。だからそのレッドカードが出るそのタイミングがね王子はどうしてもわからない。
何についてレッドカードを出していらっしゃるのっていう。ペーターさんが王子専用アドレスはって聞いてますよ。王子専用アドレスありますよね。何があの専用アドレス、これ専用アドレスあるの？お二人のがあって専用アドレスって、あ、それはまた作らないといけないですね。専用アドレスあるの？じゃあ、あのそういうものを作らないとあれですよね、もしかしたらね。あの苦情係、苦情専用のメールですか？苦情専用サポートセンター、あります？サポートセンター、カスタマーサポートセンターですか？カスタマーサポート大変だ、サポートしきれない。カスタマーの苦情が多すぎてフォローしきれないです。あ、そういうことですね、うん、っていうことになりそうですよ。はい、あれ Q アットじゃなくのやつで王子専用アドレス作らなきゃいけないのかしら。あ、苦情係、あのアットマークの前ね、何になりますかね。カスタマーサポートセンター、じゃああれですね、クレームアットマーク Q.nav。 はい、まあまあそうだよね。やだな、なんかジャンジャン来そうで怖いもん。そういうクレームのメールが来るってこと？はい。そうなの？作ったらパンクするかもしれないですよ。ねえ、あの高坊さんがね、はい、王子は何が反則なのか理解していないからですね、過去の放送を聞いてプロファイルしておくと良いですよ。すいません、皆さん勝手にアドレスを作られてますけど、ちょっと勝手に勝手にアドレス作ってるよ。王子クレームみたいなアドレスできてるけど。ね、まあまあ、何このミツルアットマーク。カフボーイさん。なんか滑りアットマーク Q.nagoya とか出てるけど、まあまあ、まあどれかが、ね、対応されるかもしれないですけどね。ね、もうあの、皆さんの思う、ね、イメージで、ね、一回考えていただけるとね、はい、もしかしたら採用されるかもしれないですけど。採用するんですかね。いやいや、はい、ね、それ、いや、まあ、まさかのアドレスを作らなくちゃいけない、この流れになってるという。そこ のオペレーターはどなたがやるんですかね。あなたでしょ。自分で責任取るんで、自分でちゃんとやらないと。自分でやるの？そりゃそうでしょう。自分が作った原因は自分で対応するでしょ。全部クレーム、どんな仕事でもそうでしょ。あの全部クレームじゃありませんっていうか、どんな仕事でも自分がしたことは自分で責任持ってやりませんか。いや、だからね、それ、うん、お聞きしてもね、こうメールいただいてもね、何王子の不祥事は何、カスタマーセンターに任せるっきりですか。それはプロの方にお任せしないと。どこにあるんですか。だって王子の場合だと、いや、それ全部クレームじゃありませんで処理されるからね。もうだから高坊さんからね、過去の放送を聞いてプロファイルしておくといいですよって言われてんですよ。どこが滑ってるかね、本当にね。ただ聞いてもね、滑ってることないもん、ね、きっちりかっちりっていつも言ってるでしょ。お黙り。沖縄大使さんがどちらに送っても対処しきれないのでご注意ください。はい、ということで、はいはい、一旦 CM 行きましょうかね。はい、はいはい、CM でーす。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など歴戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、または
ベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。名古屋栄誉コーナーです。はい、いや、声なんですけど、はい、ごめんなさい、ちょっと薄い記憶になるんですけども、確か名古屋出身の方の声優さん、はいはい、あのアンパンマンの声、あー、はい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 、あの戸田恵子さんです。戸田恵子さんですっけ、うんうん、あの方名古屋出身ですね。そうですね、はい、うんうんね、あの方は本当に、まあ、アンパンマンやられて超有名な方ですよね。やっぱり声というと、うん、まあ、あの、まあ、シンガーの、ね、歌手の方がやっぱり思い浮かびますけども、うんうん、あのすごい身近な方、あれスキマスイッチだっけ、あ、はい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 、は、あの名古屋のね、はい、うん、名古屋出身ですけど、うん、はい、あの人たちの歌もい いい歌多くてね、はい、声いいなと思って聞いてますけども、うん、あともあの、ね、岡崎になりますけど、あの岡村孝子さんなんかもね、あ、うん、岡村孝子さん綺麗な声だなって、ヤンポーさんじゃないですか、ヤンポーさんがね、うん、はい、大ファンですよね、うん、そうですね、孝子さん庶務にもやってた、そう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 、戸田恵子さん、そうですね、うん、まあ、女優さんのイメージの方が強いのかな、うん、おね、アンパーンチって王子あんまり綺麗に出ないけどね、うん、もうあれはもう皆さんね、あのお子さん皆さん知ってますもんね、うん、うん、ね、だからね、顔を見られてもテレビでね、はい、拝見してても多分知らない方、そのアンパンマンの声やられてるっていうのはね、知らない方がね、あの、うん、いらっしゃる方も多いみたいですね。あ、でもなんか確かにね、うん、あのドラマなんかのね、あの声とまた庶民となんかこう結びつかないですもんね。そうですね、でやっぱりその声のトーンも違いますので、うん、うん、で先ほどもあの、メールで、ね、あったと思いますけど、ちんまる子ちゃんの声もね、あ、うん、でもね、よく特徴が似てるなっていうふうにはね、あの王子も思いましたんで、やっぱり同じようなあの声の方をね、なんか選抜してっていうのかな、ね、うん、あのルパン三世もあれだもんね、あの栗田貫一さんって、あのモノマネの方、うん、が、あのやってますもんね、うん、あの ね、ルパンの声をね、うん、だからやっぱりあのイメージがあって、あのかけ離れちゃってる声だとあんまり良くないっていうのがあるのかな、うんうん、だからやっぱりこうなるべく声の近い方、うん、がまた、うん、あのその後を引き継がれてやってるっていうのが多いですね。なるほど、うん、いや他声に関して名古屋の方っていらっしゃいましたっけ。声ね、うん、でも調べると多分いらっしゃると思うんですけども、うんうん、なかなかすっと思い浮かばないですね。うん、でも今話してるだけでも結構いましたね。そう、います、います、ね、あの歌手の方はね、結構いらっしゃると思うんです。うん、うん、だからやっぱりちょっと渋いなと思うと、舘ひろしさんは、この名古屋出身の方ですね。あ、そうですね、そうですね、うん、あれは渋いですね。渋いですよね。うん、あの本当にあのドラマなんかのね、そのセリフなんか聞いててもね、かっこいいですからね。うん、あ、ね、うん、そういう感じでね、あの名古屋出身の方でっていうことは、まあ、結構ねいらっしゃると思うんですけど、はい、うん、なかなかあの思い出せないっていう。あ、うん、あ、まあ、これ名古屋じゃない、名古屋の愛知県内になるんですけども、はい、声優、まあ、歌手の方で石川ひとみさん。はいはい、あ、うん、愛知県で出身ですね、うん、そうですね、あと、平野綾さん声優、はい、うん、愛知県出身ですね。あ、そうですか、はい、あ、うん、この方もそうだ、この方も愛知県だった、うん、あのキャインの天野博之さん。あ、そうですね、あ、うんうんうん、そうでしたね、うんうん、だからあの愛知県の方っていうと結構ね、あのお笑い芸人さんなんかもあの、うん、あのオアシスってあの女性グループのあの大久保さんとかね、うん、あ、大久保さんもそうですね、とかね、三浦さんなんかもあの愛知県出身でね。あ、そうですね、あの大久保さんのね、なんか思い出あるんですよ。はい、あの昔あのビーチであれなんかやった時かな、あの皆さんと、なんかバーベキューやった時なんかありませんでした、沖縄で。
バーベキュー、はいはいはい、はい、あの時に、はい、なんかねそこの公開場みたいのがあって大久保さんが来てるよっていう話で、はい、あ、うん、お見かけしましたよ。でね、その時にねちょっとあの追っかけじゃないですけど見に行ったんですよ、はい、そらね結構ねあの大久保さんの周りそのマネージャーとかそのなんていうんですかね、あの、はい、ガードマンですかね、うん、なんか何人かいらっしゃって、はい、ね、あのいや僕名古屋から来たんですって、まあ、愛知県なんですって言ったら、あそうなのってその一言で終わっちゃいましたけど、あ、うん、王子私たちいましたね、うん、あのトロピカルビーチでしたよね。あそう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 、あ、違った、うん、トロピカルビーチじゃないか、トロピ、トロピ、トロピですね、うん、そうそう、でだからあそう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 、うん、でそこでなんか公会堂みたいななんかあれがあったんですかね、あのでそちらでなんか、うんうん、なんか公園かなんか、ね、あ、話しかけたの王子、はい、あそうなんだね、話しかけました、あ、そうなんだ、うん、うん、あのなんか、うん、そうそう、ちょっとねあのお仕事かプライベートかちょっと忘れたんですけど、うん、まあとりあえずちょっとまああんまりねあの話しかけない方がいいねっていう感じになった覚えが、うん、だけは覚えてます、うんうん、ただお仕事だったみたいですよね、なんかその公演かなんかあるから、うん、あのまた後から来てねみたいな感じで言われましたんで、あそうなんですね、でそうなんですかって言ってもそれであの別れちゃいましたけど、もっと、うん、あのおちゃらけた話してくれるのかなと思ったら結構真面目でしたね。いやいやね、やっぱりねあの、うん、そんな普段からねおちゃらけてはませんよ、うん、もっとあのいじってくれるのかなと思ったら、いやいやいや、そうでもなかったですね、うん、カーブボイさん、野沢雅子さんって名古屋って行ってなかったっけで、ちょっと調べました、うん、はい、東京でした。違いましたか、はい、東京にヤンポーさんが愛知県なら元アミンのハコさん、はいはいはい、ハコさんだった、あ、そうだね、うん、うん、まあ愛知県出身ですよって、そうですね、うん、そうそうそう、うん、いろいろね、多分いらっしゃって、まあ、そのまあ声優さんやられたりその女優さんやられたりっていう方がねたくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりプロの方はあの声もその張るっていうのかな、あのいい声ですよねやっぱり、うん、うん、普通にこう喋ってる声なんかでもこうインタビューの声なんかでもやっぱりいい声にね、聞こえますもんね、あのね、なんだろう、こうそういう喋り慣れた方って声が通るんですね、うん、そうですね、あ、うん、いい声もそうなんですけど、はい、なんだろう、遠くにいてもすごい、うん、うん、声が通る、聞きやすいというか、うんうん、そうですね、そうですね、大きな声で喋ってるわけじゃないんですよ、うん、通りやすい声だから、うん、そうですね、うん、ええ、それはあります、本当に、うん、というのが、うん、本当そういう職業の方、皆さんそうなんだなと思いました、うんうん、でも、はい、あの、はい、あ、もうお時間ですね、はい、ということで、名古屋は栄養声のお話でした、はい、はい、T シャツパパヤさんが、はい、オードリーの2人と何度かお仕事しているんですが、春日さんが一言も発さなかった時があって、結婚発表する直前でした。声を出すと言っちゃうタイプなんだって。あそういうことね、うん、そうですね、一言言っちゃうとね、自分のことペラペラっと喋っちゃう時がありますから ね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあメールご紹介します、はい、お願いします。まあまたこのですね、ラジオネーム進撃のめいちゃんからです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。また王子にいろいろやってって来てますけど、はい、うん、テーマ声、まさにマスクマンの良い声で閉店ガラガラで癒されてる人もちらほらいますよね。僕少数派ですけど、うん、少数派だと思う、少数派だと思う、ね、これはもうあの別にあのなんていうの、うん、最近はそのでみそちゃんにガラガラ全部取られてますので、うんうん、あんまり最近言ってないのかな、先週は言いましたけどね、うん、そう、でも最近ねちょっと私が言っちゃうとね、なんか王子がすごくね悔しそうにするから、いやそれもあるんですけど、うん、この今のねごく少数派が増えるかもしれないですからね、みそちゃんがガラガラを言うことによってね、あ、それは一部のマニアだ、みそちゃん効果がありますので ね、 ね、はい、これを聞いているキユナゴヤファンの皆様へ、イケボでこのセリフをマスクマンの本気のイケボで言ってほしいな、
エコー付きでぜひお願いします。はい、だからこのイケボって本当に俺イケボって名前の方だと思ったの。間違えてましたよ。おだまり、マスクマンへの本気で言ってほしいイケボ。はい、あ、じゃあ行きますよ、はい。はい。俺がお前を幸せにするから、ついてこい。俺以外好きにならないで。こんな感じですかね。うん、最後にこれまた来週っていうのが入ってますけど、おだまり、これはあのめいちゃん、あの王子に言わせてまた来週っていうのはね。でもこれね、なかなかあのシチュエーションがあると思いますよ、うん、あのまあね、あの朗読会なんかやられてる方はね、上手にね言えるのかわからないですけど、あの先ほどのこの感情を入れてこう、はい、でおしゃべりされる方、その、役になりきって、あー、うん、ね、響きさんの話ですね、トークできる方だとね、うん、上手にいくかわからないですけど、うん、あのまあめいちゃんの場合ですからね、どうでしょうね、また違うセリフの時にはね、結構あの感情を入れて喋る時もありますけども、うん、今日はちょっとあのいい声を強調してね、うん、言おうかなと思ったんですけど、うん、まあ、ただうまくいかなかった、ただ単に普通の声でしたね。ちょっとね、ただ普通の普通の声でしたね、普通だったかもしれない、うん、はい、じゃあメールいきます、はい、ゼニガタ警部さんからです、ありがとうございます。私は昔から地声が大きいためにいいことを言われるよりは逆に大きいがゆえに声が大きすぎる、控えめに話しても実家にいる身内からもう少し声のトーンを下げてと言われる始末で、状況によってはゼニガタさんと内緒話ができないって言われたことがありました。なんかすごくわかる気がします。私自身が物事の結末が両極端になることが多いので、性格だけではなく声にも現れているから悩ましいところですということです。あ、うん、なんかわかる気がしますね。うん、確かに内緒話ゼニガタさんと、声大きいですね。大きいですね、確かにね。声は大きいですね。確かに。どうしてもですね、声が大きいのと、あの売れない営業マンみたいな感じですね。どうしてスーツね、うんうん、張り切ってスーツをね、うんうん、着てきてくださったんですけどね。ま、前もお話ししましたけど、うん、絶対あの営業が、うん、あのサボって、うん、パチ屋にいるタイプ、パチ屋さんにいるタイプのサラリーマン、パチ屋にいるタイプっていう、パチ屋にいるタイプっていう営業マンっていうね、そういう営業マン、シチュエーションで、それを終わったらあれ、あの車の中で寝てるっていう、うん、そう、ね、そんな感じ、うん、大体パターン決まってますんでね、そうそうそう、で、あのパパ屋さんがね、はい、王子疲れてる時の声が意外とイケボだって疲れてる声、そうなの、あ、疲れてる声ね、どうなんでしょうね、どこら辺の感じなのかな、いや、もしかしたらやっぱりごく少数派で王子のイケボファンいるのかもしれない。 あんまりね、本当にイケボっていう感じはね、もう、まあ、何しろ王子イケボさんだと思ってたからね、そう、イケボさんだ、もう本当にそれ、ああ、うん、イケボさん、うん、で後から、あ、うん、こうイケてるボイスのことなんだな、だからさ、なんかどうしたのって思って、ちょっとおかしかったでしょ、どうして急にイケボさん、イケボね、まさか本気で人の名前だと思ってると思わなかったのよ、うんうん、本当にそうだと思ったんですよ、あのイケボさんに向けて誕生日のね、うん、メッセージを送ってっていうのがだと思ったんですけど、うん、違ってました ね、 ね、でカープボーイさんが、山中さんもイケボだったような気がする、いい声だった、滑りイケボ山中税理士イケボイ、うん、イケボス山中税理士、ほう、あーって何、あのね、まあ、確かにイケボなんですけども、どうしてあんなに滑っちゃうんかねと、はい、じゃあメールもう一ついきます。ヤンポーさんから、はい、ダンサーズさん、みそさん、ほか1名こんばんは、して俺は声が大きいらしいです。でもおそらくエイサーで声が大きくなったんだと思います。50メートル離れた場所から俺の声が聞こえるらしいです。すごい、ひそひそ声なんて絶対に無理そうです。声のボリュームを落としているつもりでも聞こえてるみたいですけれども、どうすれば声って小さくなるのですかねっていうことです。はい、はい、じゃあということで、はい、はい、残念ながらエンディングです。はい、はい、エンディングです。え、答えはないのね、はい、はい、エンディングです。来週のテーマは天気。来週のテーマは天気です。この番組は
陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。グランレーダさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。長司さんが滑り込みでお疲れ様でした。滑り込みね、滑り込みね、滑り込みお疲れ様です。はい、じゃ今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。閉店ガラガラ。はい、お聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ございました。ヤンポーさん答えがないのって、答えはですね、もう忘れちゃいました。まあ、っていうかね、今日のまたエンディングね、閉店持ってったでしょ。違う、ガラガラが言いたいんかなと思ったから閉店言ってあげたんだよ。いやもうあの全部いけると思ったから一気にあのテンションが下がってしまいました。なんでテンション上げてよ。だから閉店って言ってからガラガラがこうつながるんですけど。あ、そうか、うん、閉店って言ったから元気よくガラガラって言ってくれると思ったのに、なんかあのガラガラになっちゃいました。ごめんね。はい、はい、また来週です。はい、来週は天気です。